愛の佐藤も橋本でございます。前回に続きましてショスタコーヴィチ交響曲第12番、今日で第一楽章最後の解説動画となりました。7回目の今日は409小節目から残り全部を解説していきます。409小節目からは137小節目のフレーズがベードアからデードアになって再現されます。まずポジションなんですけれども、最初はデー、チス、デーになっていますので、ここは合わせ1本で取っていただきたいと思います。第2ポジションを使ってデーとチスを 4-2 とまとめて取ります。で、410小節目も異弦した先のゲームをデー線で押さえて4で取っていただきたいと思います。この2小節間を通しますと、このような形となります。411小節目は第1ポジションでまとめて取ります。で、412小節目はベー、アー、フィスになるんですけれども、第1ポジションでまとめて取ることができますが、フィスまでまとめて取ってしまいますと、次の小節の性を 4-4 と移動しなくてはいけなくなりますの で、フィスでポジションを変えて第2ポジションで2で、次の小節の性とまとめて4と取っていただきたいと思います。411小節目からゆっくりいきますと、F から第1ポジションに戻って1、2と取っていただきたいと思います。414小節目から2小節間は全て D 線1本でまとめて取ります。414小節目の最後のゲームも D 線で押さえて4で取るようにしてください。で、416小節目なんですけれども、最後の A を D 線で取っていただいても構いませんし、 R 線を使うのであれば第3ポジションを使って4で取っていただいても構いません。こちらで取った場合、417小節目のデー、チスデーは212と第2第3の中間ポジションを使って取る形となります。改めて409小節目からこの8小節間を通して演奏します。417小節目から3小節間は409小節目から3小節間の再現になります。で、420小節目なんですけれども、最後のフィスもここも第1ポジションでまとめて取らずに、次の小節の正とまとめて、このフィスだけポジションを変えて第2ポジションで2で取っていただきたいと思います。417小節目から通しますと、このフィスのみポジションを変えて取る形となります。421小節目、頭の杖を第2ポジションで4で取った後、次は RF の繰り返しになりますので、第1ポジションを使って1、2の繰り返しで取ります。で、422小節目は SF をハーフポジションで取って、最後の R のみ第1ポジションで1で取っていただきたいと思います。ここで取ることによって423小節目が BARFIS が214とまとめて取ることができます。424小節目のポジションは、第1ポジションで A を D 線で1で取った後、次の D で一気に第3ポジションに跳躍して、チスとまとめて 4-2。で、最後のハーは第1ポジションまで戻って4で取っていただきたいと思います。もう一度聞きますと、ここはこのように取っていただきたいと思います。で、次の2小節間は、B、A、フィス、再び A、フィスになりますので、第1ポジションを使って2-1-4と取ればまとめて取ることができます。427小節目は最後の音のみでになりますが、解放で取れば同じポジションで取ることに変わりはありません。428小節目から残り3小節間も全て第1ポジションを使ってまとめて取ることができます。改めて417小節目から通して演奏します。1小節目から3小節間のピッチカートはもうハーフポジションでまとめて取るようにしてください。で、しばらく休みがありまして、ベースは448小節目から入ります。まずボーイングなんですけれども、ここはもうシンプルにダンから入って弓順で弾いていただいて構いません。で、450小節目からクレッシェンドが始まるんですけれども、452小節目の音量も到着地点がメゾフォルテになりますので、2分の3拍子になります451小節目で変え弓をする必要はありませんので、もうダウンアップと弾いていただいて構いません。
そしてポジションなんですけれども、5弦の音域が出てきますので、4弦の方は449小節目、そして451小節目のディスのみオクターブ上げて弾いていただきたいと思います。4弦の場合でこの4小節間を通しますと、4弦の場合はこのような形となります。452小節目から6小節間の D の帯の伸ばしは、ここは5弦の音域になっていますので、4弦の方はオクターブ上げて弾くようにしてください。で、メゾフォルテで始まるんですけれども、一読では弾き切れませんので、途中で返りをするようにしてください。比較的テンポが早めであれば3小節単位にして、1回返してダウンアップと弾いていただいても構いませんし、あるいは2小節単位にしてダウンアップだと2回分返りをして弾いていただいても構いません。で、458小節目から音量がピアノになりまして、ここも6小節間の弦の単位の伸ばしになっているんですけれども、比較的テンポが速ければ一目で弾き切ることもできますが、どうしても足りないとなれば、ここも改名していただいて構いませんので、その場合は3小節単位で1回分改名をして弾いていただいても構いません。464小節目以降のベースパートは、この S、B、C のこのピチカートのフレーズしか登場しませんが、途中1小節単位で4分の4拍子、2分の3拍子と拍子が目まぐるしく変わりますので、2分の3拍子のカウントを間違えないように注意していただきたいと思います。で、このフレーズを5回再現した後、そのままアタッカー切れ目なしに第2楽章に入る形となります。はい、第1楽章は最後まで解説をさせていただきました。第一楽章は技術的に難しいだけでなく、変拍子も折り重なりますので、体力、精神面ともに疲弊する楽章になります。特に表紙が変わった小節のカウントを間違えて、その後の曲の進行を見失ってしまうのが一番よくありませんので、表紙の数え間違いによるミスに注意しながら練習していただきたいと思います。第一楽章の解説はここまでとなります。最後までご覧いただきありがとうございました。解説動画の質問、リクエストがございましたら、コメント欄にどしどしお寄せください。合わせて高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回。